株主優待121個目の紹介は大例です。そして11月11日に来ましたので、開けてみようと思います。この大礼という会社は冷凍食品の会社なんですけれども、あんまり聞いたことなかったんですけれども、業務用の方みたいですね。 こちらの会社は年に1回2000円分の商品をこの時期に送って来られるみたいなんですけれども株の集体にも色々ありましてこの会社は自社製品2000円分を送ってくれたようです。あとは株の話になるんですけれども購入日は2023年の4月17日でして NISA 枠で買っています。そして株価チャートは拡大しますとこんな感じなんですが最近は 平坦になってておりまましたあとは細かい話になってしまいますので省略いたしますけれどもこの部分とこの部分を見て、まあ、買ってもいいと思うんですが PBR が1倍を超えていますのでちょっと割高、まあ、人気があるって言えば人気があるんですけれどもちょっと高いのかなと思います。 そして気をつけるべきところは一つあるんですけれども、この銘柄の権利確定月は9月なので、そこは注意しましょう。それではこれで終わりますけれども、買うかどうかは自己責任でお願いいたします。そして私のチャンネルでは株に関する動画もいろいろ出しておりますので、まあ、投資全般出しておりますので、ご興味があればご登録をお願いいたします。一応リンク先貼っておきますね。それではこれで終わります。 YouTuber 風大和チャンネル